ナホトカ湾の衛星画像。左側に、ナホトカ市が広がる。右側の入り江が、ボストチヌイ港のある、ウランゲル湾ナホトカ湾は、日本海北西部のピョートル大帝湾の東部にある湾。ロシア沿海地方の南部に位置し、港湾都市ナホトカがある。湾の西奥にある、ナホトカ港の前には、リシ島があり、外目の荒波から港を守っている。湾内には冬には、 氷が張ることもあるが、厚さは6センチメートルから7センチメートルを超えず、特に湾の東側のウランゲル湾には氷が張らない。ナホトカ湾は、海上コンテナや木材、石油などを扱うロシア極東部最大級の物流の結節点であり、船舶の出入りが多い。湾内には、ナホトカ港のほか、木材専用埠頭やコンテナターミナルを備えた、ボストチヌイ港、 東、シベリア、太平洋パイプラインの積み出し港となっている小積の港など4つの港湾、及び船の修理などを行う造船所が4つある。沿海地方の大手船会社、プリモルスクシッピングの拠点であり、漁業会社の創業の拠点でもある。ナホトカ湾は1860年まで新漁であり、中国の作ったいくつかの地図には記載されていたが、 ロシアがこの湾を発見したのは1859年6月18日のことである。大嵐に遭遇したロシア海軍のコルベット、アメリカは避難できる入り江を探している途中で波の穏やかなこの湾を発見し、海図も作成した。ナホトカはロシア語で幸運な発見を意味する。この時点では、ナホトカ湾は湾西奥の細長い入り江を指し、 湾全体の名称は発見したコルベットの名前から取られたアメリカ湾とされた。1907年にはコルベット艦の名にちなんで最初の集落アメリカンカが誕生している。20世紀半ばウラジオストクを保管するためナホト加工が湾の西奥に建設され第二次世界大戦後は貿易港として発展した。1971年より 日ソ共同事業として、ナホトカの対岸約 17km の東欧のウランゲル湾にボストチヌイ港が建設された。同港では輸出量が拡大しつつあった日本向け北洋材用のバースが整備され、ナホトカと並ぶ木材の積み出し基地に成長していった。1972年、中蘇国境紛争を受けて、ロシア極東から、 中国語地名が一掃された際に、アメリカ湾内にあった、いくつかの入り江がロシア語名に改名され、その余波で、アメリカ湾という名称もナホトカ湾に改められた。今日もアメリカ湾という呼び方がされることもあるが、一般的なものではなく、公式名称でもない。2009年に、湾東南部に、石油輸出拠点、小住の港が開港している。ナホトカ湾のパノラマ。 ありがとうございます。